はい、おはようございます。損保中です。めっちゃ眠たい。もうこんな早起きだ。久しぶりです。今日は、なんとね、神戸のポーアイに行きます。ポートアイランドに行きます。ロッコーアイランドかな？どっちか忘れた。一応、携帯でナビはセットしたんやけど、今日はね、ポーアイですね。ポートアイランドに行きます。はい。いつも、いつもやったらもう決まったお客様のとこだけに行くねんけど、今日は、ポーアイの日通に行くんで、もしかしたらめっちゃ並ぶんじゃないかなと思って、今までやったら、うわ、そこめっちゃ並ぶわ、とかって、こう、いろんな、こう、情報が頭減ったけど、もう今はもう全部リセットされたから、もうそこ、多分、何回か行ったことあると思うねんけど、もうそこにトラック並ぶか並ばんか、全然わからんけど、ただいまね、朝5時16分、今からね、出発したいと思います。しかも、今日、2回、いわゆる、みんながよく使う専門用語で2回転するんで、大阪神戸を2回転するんで、2回目の受付が夕方の5時まで、4時まで、夕方の、2回目の受付が夕方の4時までに終わらさなあかんから、とりあえずね、今回一発目はなるべくね、昼間で降りるようにね、頑張っていきたいと思います。じゃあ、ほんなら。ああ、朝の買い出し、ファミリーマートで買い出ししてんけど、ラムで買ったよかった。ミスター・チルドレン、まあいいか。おっと、とりあえずね、急いでるにもかかわらず、燃料が、ちょっと一目盛りなんで、ちょっと心もとない。心もとないから、ちょっと燃料貼っていきます。よいしょ。これな、画面に軽油が一番右やねんけど、この反対側やと一番左やねんか。でちょっとおおってなおじいちゃんやから。このテレビ何回も同じのかかるから、なんかこれめっちゃ嫌やわ。ちょっと違うやつとか3つか4つぐらいあったらいいな。これはお昼、今香りちゃう。お昼コスモス石油のイメージキャラクター、コーヒー類巻き買おう、忘れた。ジャブジャブって出んねやんか。逆にちょっと鬱陶しい。よし、今度は出発します。これほんまに服ピカしてから全然汚れへんねんけど、なんでやろ。燃料をリセット、トリップ A リセット、 OK OK 牧場、 OK 牧場。一発でクルリンパできるかな。できひん。よし。よいしょ。はい。ほんだら、燃料満蓄に入れました。満蓄に。目が開いてない。ここから本だら、高速道路、大東鶴見。とりあえずここから高速道路、大鶴から乗ってからの東大阪線からの湾岸線。懐かしいな、久しぶりやな。よし、じゃあほんなら頑張っていきましょい。こいつ名神に変わってる。どっちの方が安いんやろ。名神の方が安いんかな。近畿道行って名神、まあいいや、ほんならもう名神で
案内してるから名神で行きます。ここから名神で47分50分ぐらいで行きます。じゃあほんだら行ってきます。いつももうここ7時半とかやったらわーって混むねんけど、ここ波早ドームのとこやねんけどな、わーって混むねんけど、もう今はもうスイスイ。ちょっとな、雨がパラパラって降ってきとってんけど、まあでも今日持つかな。もう夜洗濯干しきだから、もういつもなパラパラってきたらうわーって思ってまんでな、多分洗濯物もな一回雨でバーって濡れると思うねんけど、またその後パーってあのほら晴れてきたらパーって乾くからそのまま入れてスーンと置いてる。ああ、やっぱりあれやんか、阪神高速東大阪やっぱりな、今ナビで左側グレーのゾーンを押してん、今 Google ナビやから。ほんなら4分早く到着するって、しかもなんか高速料金も安いって書いてあったから、やっぱりこっち大鶴から乗って阪神高速に行きます。よいしょ。仕事な、もうちょっと忙しくなってほしいなーって思う。もうちょっとしたら忙しくなるかなーって思うんだけどな。おお、空が青いな。まあでもあれやわ、もうちょっと夏とか7月8月とかやったらもうわーって明るかったけど、ちょっと暗いからもうあれじゃん、11月とかだったらみんなちょっと感覚あれ延着かなとかで思うような感覚になるんちゃう。同じ5時やけど真っ暗やもんな。あー、なんかあれやな、ちょっと今日久しぶりロングやからテンション上がってるな。あ、ロング言うてもあれやな、岐阜の方が遠いもんな。神戸行ったとて50キロぐらいやからな。でもなんかほら普段神戸に行かへんからちょっとワクワクかな。でもな、並ぶか並ばんかわからんねんな。昨日もちょっと荷物預けてる倉庫にちょっとバーって引き取りに行ってんけどな、そこのドライバーさんらと喋っとって「いやー並ぶねー」とか言って「並びます」って言って「もうあれですか、前日から行った方がいいですか？」とか言って言うとってんけど、いやーなんかさ時間給やからやばいんちゃう言うてですよね。まあ一応でも今日はまあそんな前日とかはあかんけど、もう社長も5時頃行って、うん、早く終わるんやったらもうちょっと5時に出てしてくれてええよって言ってくれて、そうそう、だから今日は本舗なんか荒稼ぎです。そう、今日多分なパーって2回やって、まあ、5時に帰ってくれるかどうかわからんけど、5時6時ぐらいに帰ってくるとするやんか、そっから岐阜行きの積み込みとかしたらもうガチで7時とかなるから、7時8時とかなるから、8時とかなったらもう俺何時間仕事してんの、12、13、14、15時間か、1時間休憩引くから14時間やで、やばいな。これ2024年問題ちょっとあれやな、大丈夫かな知らんけど、14時間やばい。でもな、毎日な、やっぱり8時間で終わることとか、今やったらほんま6時間でああもう何もやることないなって思ったりするんだけど、そうそう、毎日8時間は仕事したいな、8時間。でもこう多分冬に向けて春ぐらいまで、3月4月ぐらいまではなんかしらいつも7時ぐらいまでおるから、残業でなんかボケーっとなんか一人でなんか残業してる。知ってる人は知ってると思うけど、あ、はしご東大阪線、これを左に行って、ほんでここからまた分かれんで、奈良方面とほんで大阪市内と分かれんだけど、これを右の奈良方面に。290円、これあれじゃん、深夜割りじゃん、5時半やけど深夜割りあんのかな、ちょっとわからん。まあでもなんかそこの大型乗ったドライバーさんとか、俺明日今日かな、ちょっとわからんけど、横浜行くねーって、
イベントで横浜やねんとか言って、なんかめっちゃ楽しそうやなと思って。ほんまそこの、そこの倉庫の人、運転手の人らみんなめっちゃもう用意してくれて、そう、トラックの後ろにシールも貼ってくれてて、もうなんかその宣伝してあげるから、もうなんぼか冗談とかって言われて、もうすいません、言うて。生きるんで精一杯です、言うて。帰ってきた。そう。じゃあ阪神高速、これが東大阪線ですね、インターでしたらもうインターも覚えてないわ、中野か長田かあの辺です。もうトラック乗った当時はな、やっぱりな、こう長距離とか走ってた当時はもう地図とかナビとかあんまり見んでも、もう普通にこんなん阪神高速なんかもうなぶるように走ってたけど、もう今全然なぶるように走られへん。そう、めっちゃ地図見な、まあ、ナビ見な、わからん、もうナビあんのになかったら無理、あー無理ってなる。あれ何これ、 ETC レーンが一つに、じゃあほんだらね、ETC レーンくぐったらぼちぼち行きます。よっしゃ、確認されました、確認されました。多分なみんな言うてると思う、確認しましたって言われて、確認されましたって言うてない、なんかこの辺ガタ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 言うて、サクッと泡沢まで来ました。ここなんかあれやな、なんかこっちの神戸の方行く道がなんか一番右からしか行かれへんねんな、こんなんやったっけぐらい忘れるから、ほんまに。よいしょ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 、うわー、ここのカーブこんなにきつかったっけ、怖い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 、おー危なーい。今日の荷物な、あの発泡もラッシングも何もできへんねやんか、ボーイって置いてるだけやから。そう、むちゃくちゃやろ、昔だって考えられへんからな、もうガチガチ発泡入れてもうバン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 やって、ケツからなんかこうラッシングベルトするみたいな感覚やけど、なんも全然、俺もこのトラック初めてなんかこう見せられた時な、発泡2枚しかなかったもんな。2枚で行くんですかとか言って、発泡なんか使ってんの見たことないねとかって言うとったもんな、おもろい会社やなと思って。そう、もうこの荷物やったら普通に、まあ、片側発泡、まあ、12枚ぐらいいるかな、12枚ぐらい入れて両側で24枚、25、6枚ぐらい積んどかな、ちょっと普通やったら走られへんような荷物やねんけど、そう、なんか知らんけどポイって積んで普通に行くという、まあでも女安全運転やから大丈夫とかって言うけど、さも何があるかわからんからな、ほんまに。なあ、もう急ブレーキ踏んだらもう多分ガッサーって行くっていうわけではないけど、ちょっとずれたりよたったりするかもしれんけど、もう何があるかわからんからな。そうそう、ほんまやったらちゃんとせなあかんねんけど、もうないからな。そもそもこの4トン車にもう8本20枚なんか積んだらもう邪魔でしゃあないでよ、ほんまに。どうでしょう。はい、改めまして、天中です。ナビではこの先1キロ先の生田川出口を出なさいって言ってるから、生田川出てんねんけど、まあ、ポートアイランドって生田川で出るんやったっけ、全然分からへんねんけど、はい、生田川出てます。結構俺の中ではあんまり利用したことないインターで、ね、生田川は。あ、新神戸トンネル上とか、ね、ここで乗り継ぐんや。
阪神高速道路ってなんかあの、まあ、大阪に関してはあんまりこうやって右車線から出るとこないねん、東京みたいに。だからこうやって右出るんは、この神戸線の生田川だけちゃうんかな、この右がピューって出るの。だいたい左から出んねんけど、そうそう、この右はなかなかないな。これを左に行く。これな、高速道路がビューってな、これ出口下りやん、ガーッて下っていくやんか。ほんならもうその先の渋滞とか見えへんやん、こう下り始めるまで。ほんでな、子供とかもう最初バーって乗せてもらった時とか、ブワーってもう出口ブー行くから、あかんあかんあかん言うて、あかんあかん言うて教えた。もうな、もうこの先で渋滞しとったら絶対事故ってんねこれとか言うて、もうね、だからもうちゃんと減速して確認せなあかんでって、さっき見えへんのよ、そのアクセルってどうすんねとか言うて。そう、あ、そうや、こういう時弁当買うて行ったらええねや。弁当買って近くのコンビニで弁当買ってな、ほんで温めて行ったらもう待ちなく降ろせれるね。そういうなんか俺の中にジンクスあるけどな、なんかこうお弁当持って行ってもうめっちゃ待たされるやろうなと思って温めて持って行ったら、あーもう開けてみたいな感じとかあったけど、もうそんなんないか。もうね、もうちょっとでねポートアイランドに到着します。ポートアイランドも行きました。あー疲れたな、全然疲れる要素ないけどな。帰りは名神かな、名神分行って、ほんで門真で降りて帰る方がええかな。とりあえず朝パン買ってきました。これは昨日あの夜ラムで買いました、パンラムで買ったパン、これ食べよう。よし、これな、ダブルメロンロールやねんか。これ絶対あれやんな、あのなんかパクリやんな、これな。メロンフィリングが入ってるわ、メロンフィリングが。なんやねん、メロンフィリングって。神戸ってなんかそういう出口がそうやねやろ、なんか駅かなんかデパートか忘れたけど、山側と海側っていう出口があってっておもろいな。ドキドキするわ、これちょっと並ぶ感覚久しぶり。ここは左、よいしょ、
かやってる、なんかやってる。なあ、全然並んでないや。もう俺この辺から並んでる思っとった。もう無理ーって。全然や。これを先を右曲がったら左手にある日通さんで今日は降ろします。なんか輸出の荷物やねんか。あ、輸出やからあんまりないんかな。そんな設定ないんかな、輸出は。うわわ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 わ。ちょっと待って。あ、すいません。これ右並ぶんかな。これ右、これ右は右やんな。右は右、左。この人も輸出なんかな。ちょっとわからへんな。あれやな。あ、ここですね。ここですね。この左並んでるトラックですね。コンビニ内からちょっとおにぎりとか買ってきてよかった。はい、到着しました。受付7時半からやって聞いてんけどな。なんか周囲の人おるな。ポートアイランド到着しました。ちょっとわからないんでちょっと見に行ってきます。なんか今受付っていうか、周囲のおっちゃんに聞いたら、ここで待っとったら、なんかこう来てくれんねんって。んで、それ終わったら、事務所行ったらいいよって言っておっちゃん教えてくれたから、一応おっちゃん、7時40分ぐらいに来るって言うとったから、それまで待機します。一応ね、工場5時15分頃出発してんけど、4番手つけれました。ありがとうございます。ほんで、これあれやろ。7時40分、おっちゃん受付来たら、後ろ誰もおらんという。そう。あるあるや。よっしゃ、ほんだらもう今からちょっとほんだら、サンドイッチ食べて、ちょっと休みたいと思います。はい、ほんだら、1回目が、おろし終わりました。1回目おろし終わりました。あ、リク君とこのトラック青色バージョンの方。ほんなら、ほんなら1回終わったから、今からもう1回大阪帰って、ほんで積んでもう1回行きます。っていうかこれこっちから出れんのかな。なんかみんなこっち向いてるから俺逆走してる気分になんだけど。はぁ、もうみんな大変、めっちゃみんな頑張ってはるわ。よっしゃ、ほんなら俺も今日は神戸2回転頑張ります。あ、なんか久しぶり、あ、めっちゃ仕事してるって感じ。言うて、よし、ほんならまたあれ生田川からまた乗って帰ったらええんかな。生田川から、ふぅ、あっちいいね。ここやんな、トンネル。よっしゃ、いけるか、いけるか、いけるか。よっしゃ、はあ、よっしゃ、なんか余裕やん。朝5時に出てきたけど、もう並んでるトラック1台しかおらなかったからな。8時に出てもよかったんちゃうみたいな感じやけど、もうそれはそれ、これはこれで。ほんだら、帰りはちょっともう名刺に回って、プッと帰ります。だもう到着して、もうすぐに、主演の人が、なんか無線で、朝の三大口ーって言ってくれて、ほんだらもう、入ってーって言ってくれたから、すぐ降りますね。
いや、意外と早かったから、この後もね、あの、会社、ちょっと仕事入れてくれて、引き取りだけ行ってくれるって言うてくれて、早く終わるんやったらちょっと行ってほしいねんけど、って言われたから、ちょうどよかった。よいしょ。よいしょ。おぉ、トラック折れへん。あそこや。よっしゃ。ほな、行ってきます。よいしょ。はい、ほんだら、無事に下ろし終わりました。下ろし終わってんけど、ちょっとパレットが割れてたから、あこれパレット割れてるねってなって、ちょっと写真撮られて、ちょっとここにサインしてって言われて、もうドキドキした。これ弁償ですかって、ないないない言うてちょっとやっぱボロパレット、めっちゃボロボロやった。いや、むしろ逆にすいませんやわ。はい、まあ、でもね、一応受け取ってもらって、はぁ、一応もう2回転終わって、もうほんま、ちょっと一段落、一段落かな。ちょっとこれ2回、もうほんま、2回目4時までの受付やから、4時までに終わるかな、どうかなって、それも会社も心配しとって、まあまあ無事終わってよかったです。ですです。ほんだらこの後は、どこや、東大阪か。東大阪に引き取り。引き取り行きまーす。これここに泊まっていこうか。まあ、ちょっと受け取りもらってきます。受け取りもらってくるってなんか懐かしいな。はい、ほぼ高です。まあ今無事下ろし終わったんやけど、やっぱりね、ここ大きい倉庫やんか、日通さんやから、ほんでもうこれ前からやねんけど、これ俺のヘルメット、顎紐がないねんやんか。ほんで、あ、ドラさん、顎紐してもらいますって言うから、すいません、ちょっと、これ、顎紐がもうなくて、って言うて、あ、そうなー、言うて。まぁ、あ、ちょっと、紐、ちょっと、なんか出ません、みたいな感じになって、ほんで、紐ないんです、言うて。そう。あ、そう。もうほな、つい来るとき、ちゃんとしたやつ持ってきてくださいね、って言われて。ちょっと一応これで、やらしてもらってんけど、顎ひもがないです。はい、片一方はこれここにあんねんけど、多分これこことここのこう出てるやつの V 字になるはずやねん。ここで、ほんでここでこうなんかキュッと縛るやつやねん。これもな、なんか多分オスとメスのどっちかやと思うんだけど、こんなヘルメット見たことないねんやんか。でこっちも同じようなのついてんねやんか、こうやって。だから、右と左同じ、まあ言うたらメスとメスやから、これ、どうやって繋げんねんっていう話やろ、これ。もうやっぱりヘルメット買ってもらおう。いや、いつも行くお客さんとことかやったら、まあ、被っときゃいいわ、的なノリやねんけど、もうさすがにやっぱりこういうとこ来るんやったらな、ちゃんとしとかな、みたいな感じです。暑い。もう今日も暑い。もう何これ。大変やん。よっしゃ。ほんだら、私、本舗なんか、ほんだら、大阪向いて帰ります。皆さん、この後もご安全です。バイバイ。